千葉ロッテおかしいずギリギリ届かずなますか笑い負け追い上げない程度の反撃草開敗再開確定再開確定また朗希に負けかよ安田のビジター打点を信じろオリハム勝てばノーダメうん5位のチームと互角とかトシ君ひどいけど叩く気になれんは他に不快なかったのたくさんいるしなんでそれを初回からやらないんだよライオンズ勝利ロッテさんとりあえず大恥は免れて小恥で済んでよかったねストレート見逃して変化球見逃して何待ってたんだよバカじゃねえの友杉に変えて安田用意とか何でも代打すればいいわけじゃないもう心から采配の能力を感じない吉井って本当監督としてのセンスないよな佐藤が大事な場面で打ったこと一度もないのに山口に代打送るなら佐藤そのままはありえないだろつうかトシヤの頭脳なんてこんなもんだろ佐藤に代打出さない理由はこいつ打てないけどなんで走らんかったかなぞ普通に走ればセーフだったのに本当に瞬間の判断で確実にミスするな佐藤キャッチャーやめた方がいいどの道朗希で負けたの痛すぎるまああた初戦勝って負け越すパターンやんまあ楽天もバンクも負けてるしええかご視聴ありがとうございました。